過去に公開テストを受けてたじゃないですか、はい、あれね見れるんですよ。だから出ております。持っております。請求の値上げ、開示請求じゃねえ、再発行っていうんですけど、2回受けてる、2回受けてるよ。あなた第307回2022年10月23日午後、第310回2022年12月18日午前受けてる。あ、これも詳しい。ダメですよ、履歴書にはちゃんと書かないと。本当どうと、まだ始めました、もう一つチャンネルです。さあ、藤川先生さん、はい、いや問題がありましてね、トイック受けたじゃないですか、はい、でトイックの結果来て、過去に公開テストを受けてたじゃないですか、はい、あれね見れるんですよ。だからあ結果、はい、ログイン僕らできますんで、ということで過去のトイックの結果出ております。持っております。心臓に悪い。心臓に悪いってそちら発表なんですが、はい、あの先にちょっと問題がありまして、いわゆる点数はもう見れたんで、はい、ただこのアビリティーズメジャーとですね、正答率、はいはい、そちらなんとか手に入れようとしたんですが、はい、間に合いませんでした。いや本当だったらもう余裕で今日あるはずだったんですけど、開示請求じゃねえ再発行っていうんですけど、はい、再発行してからもう全然1週間経ってるんで、4日以内に届くやつなんで、絶対になのでもう1週間経っているんで、はい、届くはずなんですが、3連休が重なった、まあ、てんちゃん家に送ってもてんちゃんが持ってこなかったら意味ないので、河合さん家に送りました。あーはい、ただ河合さん家に送ったらですね、いわゆる定期外郵便かなんかで受け取んなきゃいけないわけです。で受け取んなきゃいけないけど不在だったわけですね。でそれを郵便局に持って行っても、そうそう、まずだからトイック運営委員会に問い合わせしたんですよ、届いてないんですけど。そしたら定期外の郵便の不在のが届いてて、はい、で当然ながらあなたの名前になってるんですよ。あー、フルネーム、そう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 、はい、なってるんで、で郵便局に持ってっても身分証ないと、あ、受け取れない、はい、やったらラッキーと思ってないでしょうね。思ってないですよ。ただ受け取るときにいます、この人は住んでますってやれば受け取れるということなんで、受け取れはするらしいんですけど、その郵便局に行っても受け取れなかったんで、その不在のハガキを今投函してるので、その投函してまた1日かかっちゃうので、だから結局今日間に合わなかったので、はい、今日は点数だけ発表になります。でその後アビリティーズメジャーと正答率ですね、はい、正答率の方を発表するのは多分まだからオンラインでやるしかないかなと、はい、またズームで、なんでこの動画はズームとごちゃまでです。複雑はい、でこれに続きがあったってことです。そういうことですね。なので面倒で、いつ受けたか覚えてますか？全然覚えてない。最初はですね2022年の10月に受けてるんですよ。これ松原さんと受けたやつ、それとも自分で、寒かった時とどっち？2回受けてるの？2回受けてるよ、あなた。公開テストだから IP テストと合わせて3回受けてたわけです。でこの間のですね、はい、この間合わせて3回、いや4回、あ、4回だって IP テスト受けてたわけです。ああのスコア東洋事件はどうだった、どっちだろう。10月と12びっくり、ちょっと怖え、これ一人だったら俺めちゃめちゃ怖えんだけど。怖いですよ、怖、はい、ということで、まあ見てますね。第307回2022年10月23日午後、同じの受けた方はぜひ調べてみてください、自分が何点だったか。はい、そうですね、今だったらね、そうネットで見れるんですよ、正答率とか。こう当時は見れませんでしたので。何点取れてたと思いますか、当時。270。あれこの間何点だったっけ。270。この間270だった。じゃあ当時の2年前、ちょっと2年前270だったら全然成長しない。600点がどうたらって言ってたのは245点です。あ、リスニング105点、リーディング140点ということですね。リスニングの方が低い。105点はすげえな。ほぼ何もできないやん、そしたら。全く聞こえないね。はぁ、あ。で、当時勉強してたんでしたっけ？なんかその後勉強したのか、この時もしてたのか、トイック勉強してたんでしょ？はい。大学でトイックの講義があったんで。もう大学のトイックの講義の存在意義を。まあ分かりますよ、自分もね、エフラン大で教えてた時に、こういう人たちがゴロゴロいるクラスやってたから、ほぼ来ないし、ね、授業にはほぼ来ない、やってこない。ちょっと正答率どうだったのか、オンライン、ここで入ってみてください。じゃあ、はい、アビリティーズメジャーとですね、そちら、見ていきますね。はい、まず、最初が307回、245ですね。これさ、どういう顔なのこれ。めっちゃすごい顔になってるよ、これ。なんか指名手配みたいな顔してますよね。すごいことになってるけど。はい。アビミ見ていきます。リスニング、短い会話アナウンスナレーションが 19%。すごいな。
19か。2割かだからね。で、同じように3番目が短い会話を直すナレーションなどにおいて詳細が理解できれば20なんで、だからパート1、2が全然取れてないってことなんですよ、これね。これはなんとかしないといけない。1、2を取れるようにまずしないといけなくて。長めの方が 35% なんで、まあ、パート3、4が偶然当たってるって感じかな。で、その4つ目が 25% なんで、まあまあまあ、これは、なんつう、期待値みたいな感じですから。ああ、でもそうか。パート2は3択だから、やっぱ1と3はだいぶ、そうだね。で、まあ最後のやつは、これはパート2とか3、4の出てくる問題に対応してるので、あれですけど。なるほど。まあ全然聞こえてないってことですね。で、リーディングの方が最初 43% 意外とこれが当たってるんだな、パーセブンか。と具体的なのが 33% で、こっちの方が優しめだけど取れてない。で、次が照らし合わせが43。当てますね。当てますね。いや、語彙や文法が26、29、こんなに低いのに、パート7の運がいいってことです。はい、あーって。そしてで、第310回ですね。第310回、12月18日ですね。2022年12月18日、午前に受けてますね。あ、これ松原さんで受けたやつ。あ、午前の方がじゃあ松原さんと受けたやつですね。はい。そのね、207回が、この間が270だったんですが、この時の点数は、295点です。この時の方が高いって。もう。はい、笑えないです。2年前の方が高いです、点数。で、しかも、リスニングが175。今回、リスニングの方が上ですね。リーディングが120ということですね。これはどういうことですか？なんか、鉛筆転がして、適当にやったっていうことですか？いや、そんなことはしてないです。トイックの外れ値ですよ、これもう完全に。トイックが測れない点数のレベルだと思います。これもう偶然4択で当たってるみたいな感じ。ただ300に近かったんだね、この時は。なんでこんな10月と12月でも違うんだっていう感じはするんですけど、まあ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 。じゃあ浴び目見ます。2つ目の方ですね。295点の方ですね。1つ目は 33%。 ああ、なるほど。ただ爪は25だからやっぱ低いですね。パート1、2で取れなきゃいけないのが取れてないって感じだな。で、長めの方が 39% と 44% だから、パート3、4は、うん、まあ、まあ、当たったけどって感じかな。うん。当たったけど。当たったけど、偶然って感じが。で、リーディングの方がやばいな、これは。もう、文章中の情報です、推測、具体的も39、30。一つの文章40で、語彙が28。すごいな、これは。なかなか。文法が43で。なんか40が高く見えてしまうっていうのがね、もう、錯覚がすごいです。平均が黒い三角で書いてあるんだけど、平均以下はもう全然ダメなんで。文法や語彙で取れないといけませんので、もっと。はい、そこを。すいません、勉強します。勉強します。でも、まだ、トイックよりは今は。まあ今、英検。英検でしょ？じゃあ、まあそちらを頑張っていただいて、あとあれか、履歴書問題がまだ残ってますけどね。まだ終わってないの、あれは。ん？履歴書のさ、面接は終わってないの。あれ、言いませんでしたっけ？言ってない。バイト落ちたって言います。だって、あの履歴書はまた別のやつなんじゃないの？京都のやつとは違うんじゃないの？あれ、京都のやつの履歴書。あの履歴書。そう。あれはまだ終わってない。あれはもう終わりました。あ、結果はもう出たってこと？はい。と、履歴書偽証。まあ、あれでも落ちたんで。ダメですよ、履歴書にはちゃんと書かないと、本当どうと。はい。いや、だからもう退学してると思ってるから、あなたが。もうコメントでもバンバン来てるから。してないのに。そう、だからしてないのに、そうやって来ちゃってるから。だから何かしらコメントはしとかないと。ああ、そうなんですか。そう。だからもうやめてると思ってるよ。多くの視聴者が。マジですか？そうだよ。やめてないの？そうだよ。やめてなかったら大阪にいないんです。確かに。やめてないから大阪にずっといる。まあ、まあ、そうだね。それはそうかもしれない。でも正しく書きましょう。でも履歴書は正しく書きましょう。はい。ああ、書きます。すいません。で、まあ、それぐらいですね。あと、でもほら、河合さんに。でも僕が持ってこないっていうイメージを作った僕が悪いんで。はい。その通りです。はい。イメージじゃなくて事実です。はい。はい、いや、でももう言われたら持ってくるんで。なんだそれ。はい。ということで。でもまあ今オンラインで見れるからね。そう、当時はオンラインで見れなかったから、あのアビメ。今日、ポストに書いてたんですけど。ああ。英検の。うん。でもまあ、内容同じでしょ、だって。オンラインで見れるのと。あ、
いや、一緒なんですよ。うん、トイックは違うんですよ。トイックも同じ、もうオンラインで見れるトイック。ということでございます。同じでしょ？はい、同じだと思います。モザイクかかって何も見えないけど、まあいいや、はい。モザイク外しますか？いや、いい、いい、大丈夫、大丈夫。わかりました。ということで、頑張って。まあ来週はわかんないけど、行くかどうか。もし、そうそうそう、大阪行って撮るかわかんないけど、まあ、そんな感じです。じゃあお疲れさんでした。来週ってこう、今週いいよ、ダメ。予定がもしかしたら。だからダメだったらダメだったらいいけど、浪人生なのに予定がとか言ってる時点でダメだけどね。はい。ということでございました。まだまだね、ちょっとアニメはここではまだ見てない状況なので、はい、どうだったのかはわかんないですけど、まあ当然めちゃめちゃ低くはなってたと思うんですが、ということで2年間での成長というものは、いやー、成長というのは、英語専攻でございましたよね。はい。英語専攻で成長したんですか？いや、まあ、してない。ちょっと離れていかないですよ、画角がこれ。はい。ちょっと本当、AK さん級受かれるのかよ、失敗だよ。いや、必ず受かります。もう必ずと宣言出ました。じゃあ次回はいよいよ AK 3級の実力チェックしますんで。あ、来ましたね。はい。そうですね。まあまあまあ、これは予想はしてたでしょ。これは、はい。予想してたでしょ。そう。経験やってるんで。二つは予想してなかったでしょ。はい。相変わらず、ね、てっちゃんの予想を超えた企画を用意して、で、俺の予想を超えた結果を返してくるっていう、はい、毎回、すごい状況なんですけど、はい。ということで、次回はいよいよ、英検3級のテスト、いきますんで、では、楽しみにしてください。拍手ありがとうございました。Thank you for watching.